はい、アイムゴーゴーしんち。本日はソロキャンピングということで裏山に来てまーす。だいぶね、今日スタートが遅れてしまって太陽の角度がね、下がってきたんですけどもね、かなりキラキラしてね、綺麗ですよね、こちらね。この時間帯がね、かなり好きです。で、まあスタートは遅れたんですけども、まあ今日のテーマはね、焚き火を楽しむということなので、まあこの時間の経過とともにね、こう薄暗くなっている過程でこうね、焚き火の火をね眺めたり、あとランタンも今日は持ってきてますんでね、ランタンこっちかな、こっちランタンもね持ってきてますのでね、そういうね、こう山の中で時間の経過をね、こう楽しむようなね会にしたいなと思っております。パッキングがね、結構バランスよくね、綺麗にできたので紹介していきたいと思います。で、バックパックはカリマーの SF プレデタ30っていう形で30リッターのバックパックになってるんですけども、まあこのようにですね、まあ外付けでね、くっつけることができるので、実際はね結構ね、そこそこ荷物持っていきます。で、荷物がね、もっと持っていきたいよと、プラスアルファ持っていきたいよっていう時はね、こういったねショルダーバッグをね合わせて使うといいです。こういう感じで結構これ入ります。ミステリーランチのヒップモンキーという形で、ウエストポーチにもなるし、こういう形でショルダーバッグにも使えるという形ですね。はい。で、バックパックね、例えばこれは30リッターですけども、もう少し荷物を持っていきたいよっていう時に、また新しくね、新たにバックパック買うとね、結構高くなってしまうので、こういうような形でショルダーバッグと合わせて使うのを僕はね推奨しております。で、バックパックなんですが、こんな形でね、バランスがいいとですね、こういう風な形でしっかりとバックパックがね立ちますので、こういうような形でやってもらうといいかなと思います。で、両サイドはね結構軽いもので、こちらがランタンでマットをつけています。で、最近使ってるね、このねヒピーテントがねかなり重たいので、どういう風にね持っていくかっていう問題なんですが、僕はねこのねロープでねくくりつけています。こんな感じでね、こういう感じで、カリマーはモールシステムでループが結構多いので、まあこちらにね、上の上段にカラビナをセットして、後ろにもね、下の部分にもね、ループがあるので、これでセットしてるっていう感じですね。とにかくね、膜が重たいです。まあこれをね、タープにしてみたり、軽量のねテントにすればね、もっとね軽く持ち運ぶことができるんじゃないかなと思います。とにかくこれが重い。ただまあ僕はね、ソロティピの膜だけしか持っていかないので、ポールだとかね、あとインナーのメッシュなんかは持っていかないので、まあ極力軽量に収めれてるかなと思います。で、基本的にはね、僕はねバックパック一つでね、身軽な状態で野営を楽しむっていう形になってまして、まあ身軽な分ね、まあこちらもね結構裏山ではね結構登ってきた高い位置にあるんですけども、その分登山のような形でトレッキングしてね、極力もう自然の深い場所、森の中に入っていくっていう形でやっております。で、できるだけ両手はね空いた状態にするっていうのが基本的にやってます。まあただね、今日はねこうジャンベ持ってきてるんでね、まあその時の気分だとか行く野営地のねレベルに応じてね、まあ荷物はねまあ多くなる場合もありますし、まあ攻めるね登山のような長時間歩く時なんかは、もっとこれよりもね軽くしないとね危ないので、そういったような形で道具をね道具のセレクトをやっております。僕がねおすすめするねショルダーバッグを紹介していきたいと思います。今日ね実際に使っているのはこちらのねミステリーランチのヒップモンキー2ってやつなんですけども、ちょっと皆さんに見てもらいたいなと思ってね、こちらのグレゴリーのサッチェルっていうのを持ってきました。これはね M っていうサイズのものになりますね。まあ M といってもね、これ13リットルありますので、かなり容量はあります。で、まあおすすめポイントとしてはね、とにかくね見た目がね
かっこいい。まあミリタリー系とか好きな人はね、かなりねこれはねハマるんじゃないかなと思っております。でどちらもカラーバリエーションがかなり豊富なので、まあお好みのね色が見つかるんじゃないかなと思います。で容量を見てもらいたいんですけども、今日ね結構ねかなり入れてきたんですけども、まあ食料は全部こちらに入れてきました。でナルゲンの1リットルのね、この1000ミリリットルって書いてますけど、1リットルのナルゲンがすっぽり軽く入ります。まあこちらよりグレゴリーのがでかいので余裕で入ります。あとね、例えば撮影する人なんか、 YouTuber の方なんかは GoPro とかをねグリップ持ったままねここに入れたりとかも、短い三脚とかだったら入ります。で容量はまあこういうペーパーセットだとか、あとノコギリね、ノコギリはねゴムボーイ、シルキーのゴムボーイであれば210のもの、21センチの刃渡りのものだと余裕ですっぽり入ります。まあねこっちに入るってことはもう確実にこっちに入るっていうことで思ってもらったらいいかなと思います。こっちがねだいたいね8リットルぐらいだったかな。で13リットルなんでね。で食料、食料が今日はね鶏肉系でいこうと思うんでね、手羽元と手羽中と何やったっけ、たたきか、鶏のたたき、もう酒のつまみですね、これと、あとまあこういうビールだとか500が2本入っています。あとはまあこまごましたやつとかお菓子とかを中に入れています。今回はスタートがねかなり遅れてしまったので、スピーディーにねテントを張っていきたいと思います。それではいきますよ。1、2、3、はい、設営の方が完了しました。いかがでしょうか。もうこれまでで一番早く晴れたんじゃないかなと思うんですけどね、このティピーテントのね三角形の形がね綺麗に見えるように今回は貼ってみました。もうねこちらねこう折り曲げたらすぐねこうフルクローズにできるような形で、ちょっとねこのちょい焼けスタイルでこんな感じになっております。乾杯をしていきたいと思います。今日はねこだわり酒場のレモンサワー、おいたしレモンっていう形でこちらになります。でね乾杯する前にねつまみもね一緒にね用意しておかないとね、香ばしい鶏のたたきっていう形で、うん、だいたいね僕はねキャンプ行く前にマックスバリューに、なんかね朝早く起きてもねやっぱなんだかんだでいろいろ準備して買い出し行って パッキングしたりとかしたらもう昼ぐらいにあっという間になりますよね。でまあスタートして、まあ僕の場合はねどんな撮影しようかなみたいなねこともねちょっと考えたり してるうちにすごい時間がねかかっちゃうんですよね。で今日はだいたいまあ2時半ぐらいかなにキャンプ地に、ただ僕の場合は裏山なんでね家から5分っていうね、まあ本当キャンプする環境には恵まれてるなっていう感じになりますね。もうキャンプ場行かないもんな。キャンプやりたての時はキャンプ場行ってたけどね、もう裏山の方がいいです。まあ本当間伐したり手を加えていったらね結構いい感じに快適にできますからね。で、まあ、せっかくなんでシェラカップに盛りましょう。で箸忘れてないよね、箸忘れてないよね。まさかの箸忘れたか。キャンプあるある箸を忘れるということでですね、まあ速攻でね箸作りました。そこら辺に竹が生えてるんでね竹でやるのがいいと思います。こんな感じでね、ほんとねバックパックにね入れっぱなしにしとけばいいやんって
この間思ってずっとやってたけどね、割り箸とか使ったらまたなくなるからね。まあこういうのもね、面倒くさがらず、まあこういう削るのもまあ楽しいですからね。まあブッシュクラフトスタイルということでね、僕はこういうのを楽しむ感じになるんで、まあ面倒くさがらずやりたいと思います。はい、こんな感じでね、まあ竹って結構殺菌効果っていうか綺麗ですしね、一応念のため拭いとこうか。この時期はね、なんかシールじゃないけどね、結構水分かなり含んでるんでね。はい、オッケー、いい感じです。で、これを、まあ、盛り付けって言ってもこれこっちからこっちに移動するだけですけどね。はい、あ、うまそう。2人前ぐらいあるな。はい、毎度ね、こんな感じでね、グダグダなキャンプでお送りしております。まあテント立てたりタープ立てるのは僕ね、結構ね手際がいい方だとは思うんですけどね、なんか結構道具のこう準備だとか整理だとかね、整理整頓があんまりそこまで得意じゃないなっていうふうに思います。結構キャンプは行ってる方なんですけどね。で、この玉ねぎがね、やっぱいいよね。玉ねぎがアクセントになる鶏のたたきのタレ、よいしょ、ドバ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 ーっとかけて、はい、これもね欠かせない、おろしにんにく。絶対うまいよ。いただきます。あ、そうか、乾杯せんといかんかった。まずは乾杯からね。はい、それではいきまーす。第一に乾杯。自然よ、ありがとう。あー、気持ちいい。鳥の、小鳥のさえずり、そしてこの風ね、程よい風がいいね。今時期が一番いいんじゃないかな、季節的にね。虫もまだね出てきてないしね。まあでも4月に入ったらね、こう花の開花とともに、あの蜂がね現れると。オオスズメバチとキイロスズメバチっていうのね、どちらもね出くわしますんでね、ほんと気をつけとかんといかんなっていう感じですね。はい、食べましょう。いただきます。鶏のたたき、うまい、めっちゃうまい。うん、うまい。で、レモンサワーで流し込むとね、うん、歯ごたえがあってうまいな。僕のね、なんか食レポはね、歯ごたえがありますねっていうのと、うまいしかないですからね。あとは結構本当にうまかったらこうなりますね、沈黙に、あーっていう感じになりますね。まあなんか僕、なんか食に関してはそんなにこだわりはないですけどね。まあでもやっぱキャンプしてるとね、ほんと外で食うのがすごい美味しいんですよね。しかもやっぱり自分の好物っていうかね、大好物をチョイスするわけじゃないですか。だから余計にね、うまいよね。だってカップラーメンですらめっちゃうまく感じるんだから。うん、サクッとね薪を集めてきました。で、前回ねこちらでね焚き火をしましたので、まあね残っているね薪だとかもあったので、
結構スムーズにね薪を集めることができました。夜のね焚き火が楽しみですね。でこちらですね、 TP テント、最近買ったバンドックさんのソロ TP です。かっこいい。このね TP テントはね、このダルンっていう形でね張ってる感じがいいんですよね。で自然にすごく溶け込んでシンプルな形ですごく気に入ってます。で後ろに回り込むとこんな感じですね。で周りを見てください。自然にね囲まれてとてもいい場所ですよね。でこちらはね裏山の中でもねかなり高い位置にあるので、地面がね結構カラッとしてね快適にキャンプできる場所ではあります。でぐるーんと見渡してこちらの下の方なんですが、向こうからね奥の方から第1サイト、第2サイト、第3サイトっていう形で、僕がいる場所が第4サイトっていう形になります。で今ねこの見えてる木はね全て杉の木になるんですけども、人工林になります。で今ねやはり全国的にね人工林の5割がね手つかずで放置されてるなんか言われたりしてるみたいなんですけどもね、やっぱり僕のらのね若い世代にね山がね受け継がれた時にねもうね木がねかなりもう伸びてね、僕も最近チェーンソー買ってね間伐してるんですけどもね、こう見てもらっても分かるようにね木がね密集してるんですね。もうやぶ山と化してるので、かかり木って言ってね木がね木にね引っかかったりしてね結構危ない作業になります。ただねやっぱりプロの林業の方に頼むにしてもねお金かかるしね、まあ自分でまあゆっくりね安全第一でねこれからね切っていこうかなと思います。まあチェーンソーがねうまくね使いこなせたらねかなり森はね特に人工林の場合はね回復してきたり、あと災害対策で土砂崩れなんかの防止にもなるので、今年はねそういう作業をねやっていこうかなと思います。ただ僕の場合はねキャンプが趣味なんでね本当大変ではあるんですけども、すごくね楽しみながらね作業をやっています。薄暗くなってきましたので夜ご飯を食べたいと思います。まあ夜ご飯というよりか酒のつまみになるんですけどね、こちら手羽中のただ焼いただけで黒瀬スパイスがけになります。まあ鶏はね黒瀬スパイスがねすごい合うんですよね。でビールをねしっかりスタンバイして食べたいと思います。焼き加減もなんかいい感じですね。いただきます。うん、うん、うまい。うん、このね炭がね炭の味がこう肉にこうついてる感じがまたいいんですよね。ライトをつけたいと思います。今日はね久しぶりにフィアハンド持ってきましたね。フィアハンドランタン、この明かりもいいんですよね。焚き火の明かりとねこう合う感じでね、このくらいかな、このぐらいにしときましょう。このフィアハンドのね優しい明かりがいいですよね。あと炎の揺らぎがねわーっていう感じでいいですね。こちらからは焚き火の煙で匂いとね、あともう少ししたら完全に真っ
くらになるかな。このねマジックアワーっていう時間帯がいいんですよね。この時間帯は結構なんかマットな感じって言ってですね、あの映像だとかで言うとね、一番こう一日の中で綺麗な時間って言われたりしますけども、こういうランタンの光と、あと空の薄暗い光とね、こういう薄く照らされたテントがねかっこいいんですよね。でもさっきね手羽先食べてたんですけど、うますぎてバクバクいってもう速攻食べちゃいましたね。あとはビールとちょっとお菓子ね中に持ってきてるんで、あとは焚き火がね今おき火状態だけど復活させて、もう少し焚き火を楽しもうかな。温まりますしね。あとはあのお湯を沸かしてもいいんで、ケトルもね持ってきてますので、そんな感じでのんびりしていこうかなと思います。で僕があのキャンプで持っていくライト、今日はねフィアハンド持っていきましたけど、あまり最近ではフィアハンド持っていかなかったんですよね。結構ね運ぶのがねフィアハンドは大変で、今日はねちょっとケースね、あこういうケースか、ちょっと分かりづらいかなと思うんですけどね、こういうちょっとクッション性のあるケースを前買ってたので、これがねあのモールシステムとかピタってつけれるんで、まあ安全にね運べるかなと思って、なんかバックパックに吊るすだけだとねブランブランして、なんかこうねガラスなんでねちょっと割れたりするのが心配ですよね。このフィアハンドと絶対持っていくのがヘッドライトね。ヘッドライト、僕はペツルのタクティカプラスってやつね、これが350ルーメンね、まあまあ明るいですよ。こんな感じでね、こんな感じで結構明るい、こんな感じで、これはね結構ねあのやっぱりヘッドライトは両手が開くからすごい便利なんですよね。普通にね照明としてもね使えるんで、まあこう吊るしててもいいですしね。でこれは単4の電池4つと、あとバッテリーがねペツルの純正のバッテリーがあるので、バックアップとしてもあの安心感があるんでね、これはもう絶対持っていきます。コンパクトなんで。あとは最近結構持っていってるのがかなりね明るいやつ、このライト持っていってます。重たいんだけどね。でこれはモバイルバッテリーにもなるので、すごいでしょこんな感じ、こんな感じでめっちゃ明るいんでね、これ結構おすすめです。 Amazon で買えます。だいたいあの僕のあの YouTube の動画はあの概要欄の下のページを見てもらうとね、だいたいあのキャンプで使っている道具あの記載してますんでね、そこからちょっと飛んでもらうとね、あの同じ商品がね見れるかなと思います。あー完全に暗くなりましたね。焚き火の火もいい感じ、まだまだね太い木ありますからね。こんな感じでね火力が今マックスかな、すごい高く登ってます。もうねあとは特にやることはないっていう感じでね、もうね寝る準備もね万全にやってるんで、ゆっくり焚き火を眺めてこの匂いをね楽しむっていうね、やっぱりねこのキャンプはね、僕はあのよく五感の回復って言ってるんですけどね、目に優しくて鼻にも良くて、で空気をね吸い込むっていう形でね、深くね深呼吸する、上を見るっていうのがいいですよね。まあ焚き火を見るっていうのもいいけどね、この焚き火をこう登っていってるのを
そのまま宇宙、宇宙宇宙と私はつながっているなんか怪しい宗教みたいですけどね。さあ僕と一緒に森に行こう。それは宇宙へとつながる瞬間だなんかね、でもなんかね、ほんとね、こう一点に集中するっていうのがいいらしいですよね。なんかね、日々ね、なんかこう考えなくてもいいことを考えたりだとかね、あとまあ今はね、良くも悪くもね、すぐいろんな情報を調べたり、いろんな情報がね、入ってくるっていう形でですね、情報過多っていう感じでね、こう落ち着かないっていう感じになるんですけどね、まあ情報に紛らわされずにね、こう自分のこうやりたいことというかねこういうゆっくり焚き火を眺めて集中していると、なんかこういろんなことがね落ち着いてまとまってくるっていうのもあるんですよね。まあほんといい時間ですね。でやっぱりね、夜になってくるとね、かなり静かになってきてね、ここもね結構峠でね車が結構通ったりだとか、あとね意外とねこう山の中はね飛行機の通り道だったりとかしてね、夕方ぐらいまではね結構騒音っていうんですかね、音が結構うるさかったりするんですよね。だけどもう完全にね真っ暗になるとね静かになりますんでね、この静かな時間でこの焚き火を眺めるっていう時間がね最高にねリフレッシュしてねいい時間じゃないかなと思ってます。本日のキャンプはここまでになります。もうね焚き火も置き火状態になってだいぶ暖かくもなりましたので、中でねラジオでも聞きながらのんびりと残りの時間をね過ごしていきたいかなと思います。で僕のキャンプスタイルなんですけどもね、何が起こるわけでもなく特にねなんか高いキャンプ道具を買って使ってるわけでもなく、やっぱ一番はねこう時間の経過とともにねゆっくりとね自然の景色を観察して、風を感じて、焚き火を眺めて、でリフレッシュしてまたこう日々の生活を頑張るっていう形でですね、まあそんな形でやっております。でもう真っ暗なんでね、なんかやえーってなんかこう寂しいなって思う部分もあるんですけども、まあ重ねていくと逆にねたくましくもなるっていうのもあるんでね、やっぱりねまあキャンプ場とかもいいんですけどもね、森の深い場所で一人でゆっくり過ごすっていうのもねいいんじゃないでしょうか。あとはね今日まあジャンベ持ってきて全然叩いてなかったんですけどね、こんな感じで叩いて音を出せばね野生動物もね近づいてこないかなと思いますんでね、まあ最近はなんかイノシシに会うこともないな、結構頻繁に森に入ってるからかな、やっぱりねこうなんか森の中に入って野生動物の気配っていうのもねなんか感じつつたくましく生きていけたらと思います。